お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日もですね、ご当地うどんやりたいと思うんですけど、愛知県岡崎市のもろこしうどんというやつを今日は作って食べてみたいなと思います。とうもろこしがふんだんに入ったあんかけっぽいね、お出汁で食べるおうどんなんですけど、その岡崎市にあるうどん屋さんがどうやら発祥のようで、あんがコテコテっとしてるので寒い時にいいんじゃないかなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。見てねー。はい、できました。めっちゃ簡単でしょ。本当、このお出汁を作るところをめんつゆでやるともっと簡単に作れるっていう、すごいお手軽うどんなんですよね。なんか風邪の時とかに良さそう。ちょっとでもあれか、コーンの消化が悪いのか。いや、でも簡単だし、すごくコーンの甘い匂いがしてて食欲をそそります。それでは早速いただきます。あんがめっちゃ絡んでる。いただきます。うん、優しい卵うどんって感じ。あとコーンの甘みがすごいいいね。ちょっとよくかき混ぜよう。うん、コーンの甘さがたまらないうどんだね。あ、コーンの甘みがすごいいいから、子供が好きそうな味してますね、これ。乗るもんね。サシが乗る。トッピングのカリカリ梅がどっか行ってしまった。すごい優しいんだけど、食べ応えはやっぱすごい絶大に。 スープがもうすごい絡みついてくるから、麺に食べ応えはすごいありますね。今日のは本当に具材が
ね、シンプルで具と言えるものはコーンと卵しかないけど、なんか玉ねぎ入れたりとかしても絶対美味しいと思う。玉ねぎ、人参とか入れて、あと椎茸とか具沢山にしてもいいんじゃないかなって、美味しそうだなって思います。ただちょっとコーンは控えめにしちゃうと多分コーンの味が薄まっちゃうから、コーンはやっぱがっつり入れた上でみたいな感じがいいかなと思います。うん、食べ応えがすごそう。ちょっと味変の、あー出た出たうん、あー確かにこのカリカリが合いますね、甘いから。うん、よりコーンの甘みが引き立つ感じ。いや、温まるね、やっぱあんかけは。あちゃ、あちちちち、ちょっと本物よりね、卵を欲張ったからね、スープのトロトロがすごい、本当に。あー、はい、うどん完食しました。このトロトロのあんはやっぱりご飯と合わせたいので、追い飯を作りたいと思います。できたー、ほぼ一緒見た目がほぼ一緒ですね。いやでも中身がね、だいぶ違うので、早速食べたいと思います。いただきます。うん、カリカリ梅がめっちゃいいアクセント。うん、おいしい。カリカリ梅のアクセントとね、このチーズがいいですね。チーズがいい仕事してる。うん、うまい。なんかね、このもろこしうどんね、チーズトッピングもあるみたいで、なんで私今日は追い飯の方でチーズ入れたんですけど、コーンと合うのかな。美味しいです。ちょっとピンクで可愛い。コーンとカリカリ梅のシャキシャキがいいですね。うん、うまい。ほい、最後の味変で海苔を飾
かけたいと思います。黒鼻息でたっぷり入っとるとね、より美味しそう。なんかお正月っぽい味がする。なんて言うんだろう美味しい味、美味しいですね。あ、そう、茶碗蒸し感。でも茶碗蒸しに海苔乗ってないな。まあいいか最後。はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで岡崎もろこしうどん完食しました。あー、なんかとうもろこしの甘さがなんとも特徴的な優しい感じのおうどんです。作るのもめっちゃ簡単だし、あと何よりめっちゃ温まるあんかけで、はい、なんかアレンジ効かすならおつゆに生姜入れたりとか、あと玉ねぎ入れたりとかね、具材とか風味とかをねアレンジしても全然美味しく食べられるんじゃないかなという感じでした。なんか中華のコーンスープの中華スープ版じゃなくて、なんて言うんだろう、和風のおつゆで作ったみたいなイメージをおうどんにドシャーっとかけてるみたいな、はい、ちょっと独特な感じのねおうどんだったんですけど、美味しかったです。そしてめっちゃ簡単、何回も言うけど超簡単、簡単で美味しいは正義だからね、本当にぜひぜひお忙しい夜とかにね帰って温まりたいなっていう時に作れますので、ぜひぜひ。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。これからもですね、もっといろんなご当地うどんとかご当地ラーメン、ご当地ご飯などなどやっていきたいと思いますので、うちの地方のやつっていうのもまた皆さん懲りずにコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最新情報は YouTube コミュニティと Twitter でつぶやいてます。見てね。